まずですね、ふるさと納税とはということで、そもそも何なのかというところからですね、改めてお話しさせていただきたいと思うんですけれども、ちょっと下げていただけますか。はい、もうちょっとしていただきます。あ、です。もうちょっと上です。ごめんなさい。とは。はい。見ないですかね。じゃあ、ちょっと読み上げさせていただきますね。ふるさと納税とはということで、生まれた故郷であったりとか、応援したい自治体、まあ、今回でいうと北海道千歳市さんに寄付ができる制度なんですよ。なので、まあ、納税とついてるんですけど、要は応援したい場所にこう寄付、応援ができる制度ですね。ということで、さらにですね、手続きをすると、その寄付したお金のうち2000を超える部分に関しては、まあ、所得税の還付、住民税の控除を受けられますので、ここは後ほどしっかりお話します。はい、なので、まあ、お金は戻ってきますよということになります。で、かつですね、今回のようにですね、ふるさと納税をするときにそのお金どう使ってほしいですかっていうふうに指定ができます。それがですね、今回の、はい、プロジェクトのところでっていうことになります。アニメに使ってね、はい、千歳さん応援の、うん、なんか応援できるものの一つとして、その一つに、アニメっていうところがある。はい、はい、あとはですね、地域の名産品であったりとか、地域でこう生産されているものが、お礼としていただけるっていうのがふるさと納税の、まあ、ざっくりした概要になります。夕張メロン、そうですね、北海道でいうと、はい、はい、ございますね。でですね、その上でふるさと納税のうちの魅力についてお話ししたいと思うんですけれども、ちょっとしていていただいてよろしいですか。はい、ちょっと被るところもありますが、そのお礼の品っていうところでおっしゃっていただいたですね、まあ、夕張メロンもそうですし、まあ、今回で後ほどちょっとご紹介させていただくこうブルーレイディスクだったりとか、まあ、そういったものだったりとか、であとはですね、税金が、手続きすることによって、控除、還付されるということで、ふるさと納税することによって後でお金を持っています。はい、あとはその使い道があったりというところですね。すごい。でそこのざっくり足したところは、なんとなく理解いただいた話なんですけれども、はい、その上でじゃあ実際どうやるのかとか、さあお金割りどうなのかっていうところ、皆さん気になる部分でございますので、手続きについてお話ししたいと思うんですけれども、その前にですね、じゃあ実際どんなステップがあるのかっていうところをお話しさせていただきたいと思うんですけども、はい、ちょっと図なしていきます。まずふるさと納税を、するためにどこにしようかなって選んでふるさと納税していただきます。まあ、今回で言うと北海道千歳市さんにこう寄付という形で応援ができます。はい、はい、そうすると千歳市さんから応援ありがとうございますということで、寄付金受領証明書、まあ、別名領収書ですね、うん、その例えば、5万円寄付すると5万円ありがとうございますという形で領収書をいただけるんですよ。であとは、まあ、今回でいうとブルーレイディスクのようなだったりとか、あとその地域で、頑張っているこう農家さんであったりとか取り組んでいる方々のものがもらえますと。でその上で手続きをするとお金が持ってきますというのがざっくりした4つの流れなんですよ。ただ、じゃあいくらでもお金を持ってくるかっていうと、さすがにちょっとそうではなくて、そのお金を持ってくる、いわゆる控除を受けられる上限っていうのが決まっていて、それがですね、ちょっと待ってもらっていいですか。はい、皆様の今年の年収であったりとか、ご家族の構成で決まります。ああ、そうなんですよ。人によってじゃ違うんですか。人によって違います。簡単シミュレーションができる。こういう感じでですね。あ、いくらだったらいくらって書いてありますね。そうですね。この縦軸が今年の1月から12月末までの年収で、うんうん、まあ、300、400、500、600でこう書いてあるんですけども、今年の縦軸の年収ですね。1月から12月末までの年収と、こう左側がこうご家族の構成ですね。まあ、独身の方とかご夫婦の方、うんうん、お子さんいらっしゃる方みたいな構成になっていて、この、上限の以内であれば2000円で済みますよっていうのが必要になります。なるほど。じゃあ例えばペコラの場合だと、ペコラって まあ、時給680円で1日18時間くらい働いて365日働いているので、だいたい年収300万円くらいなんじゃないかなと思うんですけど、はい、300万円で独身だよね。独身だと、はい、独身でございます。どうなるんでしょうか。そうですね、そこで言うと、一番左上になるんですけれども、300万円独身の方と、大体2万8000円ぐらいがその控除を受けられる上限になるんですよ。控除って何ですか。平たく言うと減税じゃないですけれども、まあ、要は税金が差し引かれる金額の上限。そうですね、よっていうお金が、はい、おっしゃる通りです、控除です。でなので例えばじゃあその2万8000円上限の方が、じゃあ2万8000円ぴったり寄付しますよ。
そうした場合は、手元から2万8000円、今したから今いくじゃないですか。はい。なんですけれども、その手続きをすると、2000円を引いた2万6000円が後で戻ってきます。あ、そんなに？そうなんですよ。じゃあ、いくらでもやりますよ、私。なんですけども、なんですけれども、そのいわゆるいくらでもあのこれを超えた分に関してはほとんど考慮されないというか戻ってこないんですよ。なのでもちろんその寄付なのでたくさんしていただく分には全然も、うん、問題ないんですけども、まあ、その2000円の負担で済むのがここまでということになるんです、うん、なので、まあ、今回でいうと2万8000円が上限なので2万8000円ぴったり寄付した場合2万6000円戻ってきて、はい、まあ、千歳市に応援できてかつ、ブルーレディスクいただけたみたいな形になりますし、うん、例えば1万円だけ寄付したら8000円が戻ってくる形になります。あの全部やらなくてもいいんですけれども、はいはいはい、そこまでが2000円負担で済みますよという形になります。と、うんうん、いうところであのふるさとチョイスではですね、まあ、そういったあの趣味、目安の表であったりとか実際にこう皆様のこう趣味、年収であったりとかご家族の構成とかを入れてシミュレーションみたいな形で計算ができたりとか、あとはもうちょっとわからないという方のためにあの税理士さんつながるようになっていただいたりとか、はい、そうなんですよ。分かんなかったらそこで質問とかして、はい、お答えできるような形にもなってます。あ、じゃあもうちゃんと教えてくれるのが整ってるんですね。はい、そうなんですよ。なので、まあ、表を見たら、まあ、ある程度はパッとわかると思いますし、まあ、こう計算式みたいなシミュレーションを入れてこう弾き出すものもあったりとか、あと直接、まあ、こういう感じで弾き出したりとかもできますし、うん、さらに詳しく出すっていうこともできたりします、はいはい、なので、実際ちょっとなかなかお金回り心配だなっていう方でも、うん、会社からいただくこういう源泉徴収票を知ってる。あ、本当ですか。はい。それをですね、こう見ながらもう画面映しながら見ていただければそのまま打てるようになってますので、ご覧いただいている皆様は問題なく入れられるんじゃないかなというふうに思います、はい、じゃあもう私みたいにふるさと納税ちんぷんかんぷんだっていう人は、はい、もうこのサイトにアクセスして自分で入れてみて、はい、でシミュレーションすればいいんですね。です、まず自分がどれくらいしたらいいかなんてわからないと始まらないと思うんですよね、うん、なのでそこを、まあ、ここで確認させていただくという形ですね。はい、はい、じゃあいくらぐらいすればいいか分かりましたというところで、じゃあその後、じゃあ、うん、まあ、例えば今回で言うと、今回は千歳さんに申し込みますと。で、その上で、まあ、いろいろいただけたりとか、あとは、領収書いただきますと。はい、で、その後、じゃあどういうふうに手続きして、お金を持ってくるかっていうところをお話ししたいと思うんですけれども、はい、お願いします。2種類ございまして、はい、1種類目が、緑色のところなんですけど、確定申告っていう。ああ、はい。やったことありますか。私、もう個人営業になるので、はい、しないといけないんです。なるほど、ありがとうございます現実的な話です領収書全部届いてます。はい、了解しました。大事ですね、はい、大事ですね、大事です、はい、ありがとうございますという、確定申告と、あとはワンストップ特例っていうですね、うん、その、やっていただいている確定申告がいらない制度もございます。え、非常に簡単な、そうなんですよ。なので両方順番にちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけども、はい、お願いします。ですね、確定申告をする場合ですね、よいしょ、もうちょっと下ですね、ここの辺でできましょうか。今年、2019年、ここ2019年と思ってください。2019年で2020年、2021年、ちょっとこの年でできますね。全然今年よ、今年。はい、ですね。で、今年2019年ですね、ふるさと納税1月から12月末まで年単位で考えるんですよ。はい。とすると今この辺ですよ、ギリギリですよね。あ、ギリギリですね、はい、終わっちゃうから12月、はい、今年中の場合はもう本当に今年あと今日だと12月もう10日過ぎなので、はい、2週間ぐらい、ね、そうなんですよ。で、結構ギリギリなんですよね、うん、で、その上でじゃあ例えば5万円したとしますと。はい。したら、手から5万円、千歳さんに来ますよね、うん、で、そうすると5万円ありがとうございますということで領収書をいただきますと。で、それを来年の確定申告の時に要はふるさと納税した証明書になるのでそれを提出していただきますと。おお、うん、これはあの確定申告は会社の年末調整と別でご自身の税務署に行ったりとか郵送したりするようになるんですね。で、そうすると2種類に分けてお金を持ってきます。1種類目は所得税の還付と書いてあるんですけれども、
追加でですね、こう所得税とか払わない方、まあ、会社の方は払わないんですけども、なければ基本的に還付で持ってきます。まあ、これはいわゆる銀行振り込みです。簡単に言うと銀行振り込みです。ただ申告したことによって少し振り込まれます。少し振り込まれます。で、残りの分が住民税控除と書いてあると思うんですけれども、はい、お支払いしている住民税も納めていただいている住民税が、控除安くなります。あ、さっき言ってたちょっとやってくれるよ。そうなんですよ。なので安くなります。で、これはお支払いしている住民税の回数、ちょっとまどろっこしいかと申し訳ないんですけども、お支払いしている住民税の回数分で減額されるので、例えば、会社員の方、毎月こうお給料から住民税とか減額というか、天引きというか納めていただいていると思うので、はい、12でもあるんですよ。なんでちょこっとずつ住民税が安いという形になります。あー、じゃあ一気にドバッという感じじゃなくて、はい、ちょこ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 っと。そうなんですよ。人に、はい、なんで払ってる住民税が安くなるので、逆に言えば手取りが増えるとなりますよね。はい、そうですね、はい、という形になります。で、個人でやられてる方とかだと、はい、年4回とか1回とかで支払いしたりするので、そうすると4とか1ではありますと。なのでちょっと具体例でお話しすると、例えば5万円上限の方が5万円ぴったりふるさと納税しましたと。そしたら手元から5万円きますよね。でいただきます。で、4万8000円ありますよね。2000円引いた先ほどの話。じゃあいくらといくら持ってくるかっていうと、これ人によって違うんですけども、一般的な収入の方だと大体こちらが 1,2 割になります。還付が振り込まれるのが 1,2 割です。で、その住民税が減額されるのが 8,9 割。これはですね、まあ、もちろんちょっと人によるので、すごく収入が大きい方とかと最大 45% です。こちら55%になります。収入が大きい方の方が所得税の還付の方が大きい、はい、なので、まあ、一般例えば仮にですけれども、じゃあ5万円上限で5万円ふるさと納税した方が、2000円引いて4万8000円あります。じゃあこちらが1割だとすると4万8000円1割って大体5000円ぐらいですよ、はい、5000円ぐらいが振り込まれました、はいはい。で、残り4万3000ぐらいありますよね。4万3000割12してみてください。4万3000割12、はい、4万3000割12、そろばんやってたんですけど、はい、ちょっと見てくださいね、はい、4万3000ざっくり大丈夫ですよ。まあ、4000弱ですかね、はい、4000弱が住民で毎月安いとなります。なので逆に今4000弱毎月手取りが増えるとなります。なのでここで結果的に自己負担が2000円でしたってなります。あー、いや、ちょっと普段使わない脳みそを今使ってます。なるほど。ちょっと学生時代に戻ってます、はい、なので手から、まとめるとですね、はい、という形でお金はこう出るんですけれども、うん、申請していただくと少し振り込まれて、あとは、毎月お支払いする住民税だったりとか、定期的に払う住民税が、まあ、安くなる、やはり手取りが増えるという形で結果的に自己負担が2000円でした。もらう分と、少しもらう分と、自分の払う分がちょっとずつ減るから、はい、その合計で結果的に戻ってきますよ、はい、ってことですよね。5万円あったとしますよね。5万円出ました。手からできましたよね。はい。そして、領収書いただきました。もらいました。そしたら、それを申告しますと。申告しました。そしたら、少し振り込まれて、振り込まれて、残りの分が住民税が減額される。払う分がちょっとずつちょっとずつ。はい。なので逆に手取りが増えてますよね、うん、っていう形になります。あ、そういう仕組みなんですね、はい、そうなんですよ。はもちろん人によって多少違う部分はあるんですけども、大枠の概要としてはそういった形になります。じゃあちょっと私どんちいかな質問だったらなんですけど、うん、そのふるさと納税、結局その収入によっては2000円しか寄付できてないことになるじゃないですか、うん、でもそんないっぱいいろいろもらっちゃっていいんですか？そちらはですね、うん、寄付という形で一回町にお金を入っているので、はい、それに対してお礼っていう形になるんです。じゃあそのお金とかじゃなくて、うん、そうお礼だ、お礼がもらえるよっていうことなんですね。そうですね。あ、そういうことか。だから単純に言うと、はい、その人それぞれが持っている枠っていうのがあって、うん、その枠を使い切らないと単にもったいないんですよ。本来もらえるはずのものがもらえないってことになっちゃうので、だからみんなこう自分の枠はいくらあるんだろうってことを調べて、うん、その枠ギリギリまで寄付するぜってことをやってるわけです。あ、だからみんなちゃんと調べて、そう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 、知らないともったいない。私今日まで何も知りませんでした。もったいない。もう過去メロン5、6個はもらえたかもしれない。でもさっきコメントで、はい、
夕張にはわしが違うよって。そうなんだ、夕張市さんが違う。そうだ、前教えてくれてた、まあ、という、はい、確定申告の方法もあるんですけれども、うん、ただなかなかこう確定申告って一般の方だとしなかったりもするじゃないですか。はい、そうですね。なのでもう一つこうワンストップ特例っていう制度があるんですけれども、うん、これ何かと言いますとですね、後ほどちょっと画面もお見せするんですけども、ふるさとチョイスからこの申し込みする場合にこのワンストップ特例っていうのを希望しますかっていう項目があるんですよ。はい、これチェックしていただくと、うん、申請書がですね送られてきます。このすごく簡単なんですけど、お名前とか住所とかを書く申請書を送られてくるんですよ。はい、それを書いて、ご自身の身分証、顔写真付きの身分証をつけて、そのふるさと納税の下町を送り返すんですよ。それで終わりです。はい、あ、それだけでいいんですか。それだけでございます。記入して証明書やって、そうです、希望したら届く、もしくは形全部一緒なので、うん、ネット上でダウンロードもできます。あ、ワンストップ特例申請書というのが出てくるんですけれども、それを印刷もしくは町からいただいて書いて身分証つけて送り返すと、それで終わりです。すごく簡単なんですよ。簡単ですね。簡単なんですけれども、ちょっとですね、条件っていうのがあってですね。条件があるんですよ。みんなができるわけではない。そうなんですよ。まず一つ目が、確定申告する方は使えないんですよ。あ、なのでちょっと使えないっていうですね。ワンストップできない。そうなんですよ。っていうちょっとですね、条件が3つあるんですけど、まず一つ目はその確定申告する方が使えない。はい、確定申告の人はダメ。なんで、まあ逆に言う一般的なこう会社員の方向けの制度ですね。で、2つ目が1年間の寄付先が5自治体内ってことで5箇所なんだってことですね。はあ、じゃあそれ以上やりたいよっていう方はどうせ。そうなんですよ、うん、はい、という条件と、あとは先ほどちょっと繰り返しになるんですけれども、申し込んだ回数分、その申請書を繰り返すことですね。例えば今日今千歳市さんにこう申し込みました、じゃあ明日申し込みます、明後日申し込みましたってしたら3回ちょっと繰り返すんですよ。同じところに寄付したとしても、うん、ちょっと回数で送り返すっていうのがあるんですけれども、まあ、平たく申し上げると希望すると届くので書いて身分証つけてその町を送り返す。それでもいいです。大体ワンセットって覚えたら全然。そうですね、うん、はい、で会社にこう申請とかも特にいらないですし、はい、そのまま税金の控除を受けられます。そうなんですよ。ワンストップ特例の場合はお金の戻ってき方が少し異なりまして、はい、先ほど申請を行った場合、その還付があったと思うんですよ。はい、その還付分も住民税から減額されていくんですよ。あ、じゃあパッて振り込まれるということはなく、うん、自分の普段の支払いが少しずつ。そうなんですよ。うん、なので例えば5万円上限で5万円ぴったり寄付した場合は4万8000円が住民税から減額されていくって形になります。あ、自立もですもんね。そうですね。自立も。そっかそっか。という形になります。まあ、細かいちょっと条件、必須項目とかまた皆さんページで後ほどご覧いただければと思うんですけど、全体感の概要としてはそんな感じになります。確定申告をしない会社員の方とかは選べるということですね。そうですね。どちらやっていただいてもよろしいです。もうそれはどっちがお得とかはなく、ね、自分がこういう変えていく方がいいよっていうことで選んじゃっていいものなんでしょ。そうです。はい。なので、まあ、5箇所以内とかであればワンストップ特例でもよろしいと思いますし、まあ、たくさんやりたいという方もご覧いただいている中には皆さんいらっしゃると思うので、そういう場合ですと確定申告を選んでいただいてやっていただくみたいな形ですかね。一回やったらなんかいろんなところ の,、はい、お土産が欲しくなってお土産目当てかって思われちゃうけど、はい、まずね、千歳市をね、そうですね、応援していただいて、はい、もちろん、はい、千歳市さんで、はい、はい、お願いします。そうすると、千歳市でアニメを作ると小堺さんのところに出演のオファーが行くので収入が増えます。あら素敵、お願いします。大事ですね。私も、はい、じゃあ千歳市さんに、はい、したい場合はここでチェックして、はいはい、でいくらっていうのを出してやればいいんですよね。そうですね、うん、はい、ということで、全体感をまとめますと、はい、まずご自身がどれぐらいかなっていうのを確認いただいて、はい、確認する、確認いただきますと。で、その上で、どこにしようかなっていうのを選んでいただきます。まあ、今回は千歳市ですけど、はい、まあ、全国どこでも今選べるような形になっています。はい、ちなみに、ふるさとチョイス、全国すべての自治体になってます。うん、
全国って今1788の町があるんですよ。はい。都道府県庁含めるとそれだけ町があるんです。北海道で180個ぐらい町があるんです。すげえ。確かに105個ってなるとやりきれないかもですね。そのワンストップだと。で、まあその中から、まあ、あの町であったりとか、うんうんうん、今回の取り組みであったりとか、もちろんこれの品とか選んでいただいて、で申し込んでいただくと、書類が届きますと。で確定申告していただくか、もしくは、ワンストップ特例を繰り返していただくか、それで、後で、まあ、幹部だったり工場を受けられて、まあ、実質その上限見ながら2000円負担するんです。それで以上です。もう申告して書類とか書いちゃったらそれで一切その後に何かあるとかないんですよね。ないです。はい。どれが時間が経ってから何かあるよとかもない。ないですね。はい。で、ふるさと納税こう注意点なんですけど、はい、今年の1月から12月末なので、今年もあと20日間ぐらい、2週間ぐらいしかないので、今年のふるさと納税は本当に今年に決済完了しないといけないので。あ、じゃあもうアニメを一緒に作りたいってなったら、はい、今年中にやらなくちゃ。そうなんですよ。今年の分枠を使わないことになっちゃうからもったいない。そうですね。だからその今年分っていう形ですと、まあ、その12月31日までなので、まあ、ギリギリもちょっとなんだと思うので、お早めに応援したい方もぜひ支援いただいて、うん、もちろんその1月1日になったら今度は来年の分となるので、今年でいうとあと2週間かかります。2週間のうちに。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい。